クラッチをね、優しくつないでね、発射してください。わからんよね。出発します。はい。この体験会は、退職予定の自衛官に次の活躍の場としてバスの仕事に関心を持ってもらおうと、県バス協会が初めて開催しました。20代から50代までの県内の自衛官24人が参加し、教官に教わりながらバスのハンドルを握ってカーブや直線を走りました。大きいトラックですね、緑色の。あれを運転している形です、はい。難しかったですね。で、バックもちょっと後ろが長いのが。慢性的にバスの運転手が不足している中で、大型二種免許の所持者が多く、規律正しい自衛官は即戦力として期待されています。非常に責任感も強いのでですね、それで即戦力としてバス運転手になっていただけるかなと思って、再就職される方が出ればと思います。いわゆる2024年問題を受けて、ドライバー不足は物流運送業界で深刻となっていて、人手確保が直面する課題になっています。